皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。どうした？もう今日は何も話したくないわ。全くもって同感だ。今週は振り返るのはやめましょう。そうしたいぜ。適当に、忙しかったとか言い訳して逃げればいいのよ。そうするか。そうしましょう。今回はさすがに許されるはずよ。辛い現実から目を背けるのも必要だわ。今からあの木元のゴールや、総座のゴールを見てこようかしら。あれを見れば元気になるのよ。そうだな。私もそうするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。いやダメだろ。やっぱりダメ？もちろんだ。長いシーズン、良い時ばかりじゃない。良い時も悪い時も、目を背けずチームを応援する。それがサポーターのあるべき姿じゃないか。というわけで今回はまず第28節、コンサドーレ札幌との試合を振り返るぜ。わかったわ。スタメンはご覧の通りだ。セレッソは前節広島戦から3人変更。西尾、松田陸、加藤睦月が外れ、鳥海、パトリッキ、タガートが起用された。西尾はベンチに入っているので、戦術的な交代だと思われる。松田陸は累積警告による出場停止。加藤睦月はベンチにも入っていないので、何かあったかもしれない。試合前に、トップチームでコロナが出たって発表されたわよね。もしかしたらそれが睦月なのかもな。ちなみに、出場停止となった松田陸は、ここまでフィールドプレイヤーで唯一、すべてのリーグ戦に出場していた。その松田陸が出場停止ということで、どのように布陣が変更されるかが注目されたが、マイクマが右のサイドバックに入り、右のワイドにはためだ。左にパトリッキが入る形となった。振動が右サイドバックに入るか、中原が右ワイドに入るかと思ったけど、この形は予想できなかったわ。対するコンサドーレ、1対2で敗れた前節サガン戦から1枚変更。小柏が外れて荒野が入り、ボランチへ。その代わり、5枚が前線のシャドウに入る形となった。コンサドーレの監督は、もはやおなじみのミハイロ・ペトロビッチ。というわけでシステムも、J リーグでは知らない人はいないであろう。あのミシャシステムだ。表記の上では、図のような3-4-2-1で表されるが、実際に試合中にこの並びになることは全くない。攻撃時は4-1-5のような形。そして守備時は、オールコートマンツーマンで捕まえに来る。これぞミシャシステムって感じね。試合は、そんなミシャシステムを用いるコンサドーレを、セレッソが圧倒する形で進んでいくことになる。その一番の要因は、ゴールキーパー、キムジンロンのキック精度の高さだ。先ほども言ったように、コンサドーレの守備はマンツーでついてくる。しかし、さすがにゴールキーパーまではプレッシャーをかけられない。ということで、最も時間のある状態でボール持てるのがジンロンだったんだ。もし誰かがジンロンにプレスをかければ、他の誰かが空くことになるから、そこを使えばいい。もしジンロンにプレッシャーが来ない場合は、他のフィールドプレイヤーが立ち位置を工夫し、一瞬でもフリーになることで、ジンロンはそこへパスを通すことができる。ジンロンのキック精度は、J リーグでも一番じゃないかしら？ひいき目なしで一番だと思うぜ。この日のセレッソが用いたのは、サイドバックを低い位置に残す陣形だ。ここに、相手のウィングバックが出てこれば、その裏のスペースを、セレッソの前線の選手が降りてきて使う。ウィングバックが出てこなければ、そのままサイドバックに出せばいい。さらに、例えば降りたパトリッキに田中俊太がついてくると、その背後に空いたスペースを上城が使い、ジンロンが一気にパントキックを蹴り込む。この日のセレッソは、まるでコンサドーレ守備陣を手玉に取るような、多彩な攻撃を見せていたように思う。なるほど。前から来るコンサドーレに対して、後ろから繋ぐことも、一気に前を狙うことも、どちらもできていたってことね。その通りだ。守備においても、セレッソはいつも通り前線から果敢にプレス。コンサドーレのビルドアップを遮断することに成功。コンサドーレはロングボールを蹴らざるを得ない状況に追い込まれていた。そのロングボールのセカンドを回収するのも、常にセレッソ。組織でも上回っていたし、個人個人の、球際の攻防でも勝っていた。前半の戦いぶりを見ていたら、やはりコンサドーレも順位がかなり下ということで、状態が悪いんだなと感じさせられた。しかしこの日のセレッソには決定力がなかった。数あるチャンスを決めきれないまま、時間だけが過ぎていく展開となる。どれか一つでも決めていればね。後半開始から交代選手を次々に投入してくるコンサドーレ。特に、高さのあるキム・ゴンヒの投入は、この試合の明暗を分けた要素かもしれない。それは同点ゴールを奪われたからってこと？それもあるが、それだけではない。この日のコンサドーレは、セレッソのプレスの前に、ビルドアップが機能せず、ロングボールを選択することが多かった。前半は、このロングボールの収めどころがなく、セレッソがセカンドを回収できていたんだ。ところが、キム・ゴンヒが入ったことで、ロングボールを競り合うことができるようになった。最前線でポイントを作られると、
セレッソの最終ラインは後退してしまう。すると、前半はコンパクトだったセレッソの守備陣が、間延びをしてしまうことになる。なので、後半はロングボールのセカンドを、コンサドーレに回収される場面も増えていたんだ。この時点で、前半とは明らかに違う試合になっていた。決めきれないでいると、いつの間にか相手が流れを手にしてしまう。ありがちな展開だと、誰もが思っただろう。しかし先制したのは、意外にもセレッソだった。エリア前でのパス交換のこぼれ球を、途中出場の中原が、左足で見事なコントロールショット。後半33分、セレッソが先制に成功する。中原はこれが J1 初ゴールとなった。この日、最も悔しい思いをしていた選手よね。普通なら、マイクマがサイドバックに回ったなら、中原が先発するはずだったのに、タメダを右に回してまで、スタメンから外されたのよね。中原がゴールを決めた時、一緒になって大喜びしていたのが、右サイドのライバルであるマイクマだったというのも、良かったよな。そうね、まさにチームの一体感を示していたわ。嫌な予感のする試合展開だったものの、なんとか先制に成功したセレッソ。あとはこのまま逃げ切るだけ、な、はずだった。そのはずだったわ。後半41分、コンサドーレ陣内に攻め込んだセレッソは、なぜかバランスを崩し、鈴木徳馬や山中を含め、多くの選手が、エリア内になだれ込んでいく。このタイミングでメンデスがボールをロストし、コンサドーレのカウンター発動。最後はシャビエルのクロスを、キム・ゴンヒが鳥海の背後で、頭で合わせネットを揺らした。この場面、厳しい言い方にはなるが、ものすごくバカバカしい、もったいない失点だったように思う。なぜリードしている状況で、あそこまで人数をかけて攻めたのか。そしてなぜそのタイミングで簡単にロストをしたのか。リードしているチームがなぜあのようなカウンターを受けたのか。この失点については、小木監督も試合後に、リスク管理について言及していることから、チーム全体で反省点として捉えていると思う。どうしてあそこまで前がかりになったのかしら。2点目を狙う姿勢はいいと思うんだけど、さすがに前に行き過ぎたわよね。これは私の推測だが、この日のセレッソは、山ほどチャンスを作っていたにもかかわらず、決めきることができないでいた。そういう試合展開だったので、もしかしたら、選手たちには、先制できたし追加点も取れそうだ、という意識があったのかもしれないな。スポーツは人間のやることなので、必ずメンタルの影響は出てくる。いくら気丈で戦術を論じても、実際のピッチでは、戦術以外にもたくさんの要素が絡んで、現象として起きてくる。この場面は、まさにメンタル面がまずい方向に働いてしまい、チームとして間違った方向に進んでしまったのだと思う。で、さらに悪夢は続いたのよね。後半46分、セレッソのコーナーキックをクリアし、またしてもコンサドーレのカウンター発動。左サイドでボールを受けたスパチョークから、バイタルで完全にフリーとなった青木へ、青木が右足を振り抜き、逆転ゴールが決まってしまった。最悪の展開だったわ。この場面もカウンターだったわけだが、気になったのは清武のプレスバックだ。清武は最初、スパチョークへのパスコースを消そうと、懸命に戻っていた。しかしそれは間に合わず、パスは通されてしまう。だがここはヨニッチが対応したので、シュートには至らず、この瞬間、清武はスプリントを緩めてしまう。そこで、本来カバーしなきゃならなかったバイタルが、完全に空いてしまった。試合も終盤、故障明けということもあって、戻るのがきついのは理解するが、途中出場の選手があそこを戻ってくれなかったのは、少し残念な気持ちになった。試合内容はセレッソのものだったからこそ、同点に追いつかれたらもったいないという気持ちが働いて、余計に前がかりになって、カウンターを浴びたのかしら。もちろんそれもあると思うぜ。試合はこのまま2対1で終了。完全に試合を支配し、チャンスも数多く作り、先制しながら逆転負け、受け入れることができないような、ショッキングな敗戦となってしまった。今シーズンで最もダメージの残る敗戦だったわ。大敗したサンフレッチェ戦は、まだ納得できたもの。けどこの試合はさすがにないわ。おそらく見ている多くの人が同じ感想を抱いただろう。セレッソとしては非常にもったいない敗戦。これでリーグ戦は今季初めての連敗となった。ちなみにここまで連敗をしていなかったのは、マリノスとセレッソだけだ。これだけ見ても、ここまでかなり頑張っていたことがわかる。それはわかっているんだけど、負け方が負け方なだけに、切り替えるのに時間が欲しいわ。しかし、次の試合は待ってはくれない。中4日で、天皇杯準々決勝。またしてもサンフレッチェ広島を、本拠地に迎えての一戦だ。が、今回は一旦ここで動画を区切らせてもらうぜ。試合結果があれなだけに、話したいことがたくさんあるんだ。確かに、あの一試合だけで一晩中語れそうだわ。みんな言いたいことが溜まっていると思うし、近日中に天皇杯準々決勝の動画も出すので、ぜひそちらも見てほしいぜ。もしよかったら高評価やチャンネル登録もお願いします。
それでは、ご視聴ありがとうございました。